どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はちょっと面白い動画をアップロードしたいと思います。まあいつも面白いと思うんですけど、今日の動画はですね、このいつも映ってるガズレレ YouTube で映ってるこの我が家のこの一角なんですけど、ここのなんていうかどうなってるか裏側公開でございます。ですね、うちの私の愛するハニーさん、奥さんなんですけどね、奥さんの YouTube チャンネルでここをどういう風にこうなってるかっていうのをちょっとアップロードされてるんです。うちの奥様のハニーさんのチャンネル、小杖さんのチャンネル、はい、クラシックライフ、こちらの方もよろしくお願いしたいんですけど、このここでね、ここでこうこれどういう風になってるかっていうのを裏側を撮影してたんで、それそのまま動画全く同じものをここで公開したいと思います。ひとまずご覧になってください。どうぞ。こんにちは。クラシックライフ、今日のテーマは、私の旦那さんが簡単ウクレレ教室ガズレレという YouTube チャンネルをやってまして、このウクレレでチャンネルをやってるんですけども、でその撮影場所がこの後ろなんですね。でここのちょっと私がいろんなものを配置してるので、そのご紹介と、今回ちょっとだけプチ配置換えというかをするので、そちらもご紹介できたらなと思っています。ちょっと2人のやりとりもなかなか面白いので楽しんでもらえたらなと思います。ではスタートいたします。いつもパズさんが撮ってるとこはこんな感じなんですけど、椅子があって一体はこんな感じかな。実は後ろは階段なんですよね。この段差のところに木をこんな感じで置いて、ちょっとこの辺はフェイクのグリーンを垂らしたりしています。私のブランドクイスティ、ちょっとさらりとつけたりして、この辺のグリーンは本物のグリーンなので、こんな感じですね。でこれはどっかなんか骨董市で買った照明ですね。でこのフレームはちょっと私がお家にある廃材で作ってみたフレームで、ハマる絵が限られてしまってるんですけど、まあ、結構いい感じに素材を生かしてできたなって感じですね。こんな感じかな。でこれをどんな風に変えられるか、あとそうだ、この辺のカズさんお気に入りのスケボーと、ちょっとこう色味をつける感じで私のフェルトが置いてあったりするんですけど、いつもこのアイロンが割と特徴的かなって、なぜアイロンがここにあるかって感じですけど、こんな感じ。どう？あ、いや、この辺が全然映らないですよね。だから全然もっと前かな、これ自体は。でもこうスケボーがさ、ちょっとでかいんだよね。そうなんだ。本当はさ、スケボーさ、あれこういうとこ立てられないかなと思ったんですよね。ああ、でもそこでも全然映んねえ。そう、あれどこだった？ほら、ここが見えるね。ここがやっぱスケボーがいいんだよ。ね、でここに置けるじゃん、うん、あれがあったからさ。あ、そうか、うん、あ、いいんじゃない、そこでスケボーは。え、高さは、まあ本当にいいんだよね。まあそこら辺の方がいいな、肩があるからね。なんかそうあるよね。そうね、
全然映らない。スケボー。まあ、これがあとさ、30センチ行けばね。ダメなんだよ。ダメなんだ。わかるわかる。わかるよ。あとね、5センチはこれ。でもそんなに理由で。やってみる？ぜひ。来るかもしれないもんね。もうちょっと、せーの。はい。これ結構よくなってきた。またこれ、下の。いいんじゃない？いいんだ。安定はしてるね。あ、いいと思う。いい。あ、いいじゃん、いいじゃん。なんか頑張る感じ。いい、いい。下もこう見えてないし。うん、ここは、それは見えてるよ。ここにだからグリーンの中は、もっと活気があるもん。そう、とりあえず、とりあえず。いいんじゃない？それは見えてる。あれ、ここは見えるよ、そこは。これはどうしたらいいの？残したいの、うん、なんかガチャガチャしてて、いいよこれで。ここら辺もちょっとなんかできるな。本当だ、これがめっちゃ見えるのとね、それだけでも違う。あ、本当だ本当だ、いいじゃん。いいけどやっぱここだな、なんかまあ、うん、いいんだか悪いんだからな。まあまあいいじゃん、テーマが分かった。ここなんか、まあ、こんな感じでスケボーがちゃんと見えるようになったかなって。でレンガの上に、これあの、ウクレレ座布団のちょっともっと小さい版で前作ったんですけど、こうやってスケボーのスタンドになったりとかして、で、ここが、この辺がちょっと開いちゃってるので、とりあえずですが、これ、これね、昔作ったちょっとしたマスコットなんだけど、でこれをちょっとこんな三脚に立てて、ここに置いてみようかなと思います。こんな感じかな。本当にちょっとしたプチ変化ですけど、こんな感じ。ちなみに、これはカズさんの手書き。こっちは私のパソコンで描いてみた絵。こんなのも実は買ってあったりして、で撮ってます。はい、いかがだったでしょうか。ガズのね、結構真顔がいっぱい出てるんで、なんか照れくさかったんですけどね、面白いですよね。こういうドラマがあるんですよ。はい、そんなところで日々撮影しております。はい、よろしくお願いします。まあまあいつものことですけど、ガズレレ .com フォローの方よろしくお願いします。一応概要欄のところに、あのうちの奥さんハニーさん、小杉さんのですね、 YouTube チャンネルもあのリンク貼っときますんで、もし興味あったら、あの奥さんの世界観も覗いてみてください。はい、楽しく音楽しましょうね皆さん。さようなら。